ガナッシュのマシンチップ、ガナッシュレーシングはアメリカ合衆国のレーシングチームの一つ。1990年に元インディカードライバーのチップガナッシュが設立した、本拠地はノースカロライナ州コンコード。2018年現在はインディカーシリーズ、ナスカー、WEC、ユスシシーに参戦している。米国の大手小売り店であるターゲットが、 長年メインスポンサーを務めていたことで知られる。1989年、チップガナッシュが共同オーナーを務めていた、パトリック・レーシングの創設者、パッド・パトリックの引退に伴い、チームの資産とマシンエンジン契約を引き継ぐ形で1990年にチームを設立、インディカーワールドシリーズへの参戦を開始。1996年には、ジミー・バッサー、 1997年、1998年にはアレックス・ザ・ナルリ、1999年にはファンパブロ・ロモン・トーヤが同チームでシリーズチャンピオンを獲得するなど、チャンプカーの競合チームとして成功を収めたが、2002年にチャンプカーのエンジンレギュレーションをめぐる混乱で、トヨタ・ホンダが相次いでインディカーシリーズに移籍した際に、それに追随する形でチャンプカーから撤退した。 インディカーシリーズには2000年からインディ500のみ参戦していたが2002年より試験的にシーズンエントリーを開始し2003年にそれまでチャンプカーに参戦していた主力がチームごとインディカーシリーズに移籍して本格的な活動をした後2003年2008年2013年2015年にスコット・ディクソンが2009年から2011年に ダリオ・フランキッティがシリーズチャンピオンを獲得している。2014年現在はペンスキー・レーシング、アンドレッティ・オートスポーツと並ぶインディカーシリーズにおける3強の一角を占めている。2011年にはファクトリーを増設しこれまでの2大体制から一気に4大体制になった。2013年7月7日、24年ぶりに開催されたポコノ・インディ400レースにおいて、 スコット・ディクソン、チャーリー・キンボール、ダリオ・フランキッティにより、チーム初となる1から2から3フィニッシュを達成。また、この勝利は、ディクソンの通算30勝目、ツーリングカーやナスカー等を含めた、ターゲットチップ、ガナッシュレーシング通算100勝目、エンジンサプライヤーであるホンダのインディ通算200勝目で、あり、記録ずくめの週末となった、ターゲットは、 ディクソンとフランキッティのスポンサーを務めるが、他にも、グラハムレイホールには、オーストラリアのサービスセントラル社、チャーリー・キンボールには、デンマークのノボノルディスク、NTT データが、スポンサーについている。2018年から再び二大体制に縮小。チャーリー・キンボールとマックス・チルトン、トニー・カナーンの三人はチームから離脱し、スコット・ディクソンは、残留。 2017年のインディカールーキーオブザイヤーのエド・ジョーンズがデールコインレーシングから移籍してきた。ナスカーには2001年に中堅チームのチームサブコを買収する形で参戦を開始。2006年には、会一のマクラーレンを離脱したモントーヤを自チームよりナスカーに参戦させているほか、2008年には前年のアールチャンプであるダリオ・フランキッティがナスカー転向と同時に、 同チームに移籍してきたただ、ロードコースでこそモントーヤが2007年に一勝を挙げているものの、オーバルレースではあまりいいところがなく、フランキッティは1年限りで r f 復帰するなど、苦戦を強いられた。2009年から2013年までは、ナスカーの名門チームであるデール・アーンハート・インクと合併、アーンハートがナッシュレーシングとして、ナスカーに参戦していたが、2014年からは再び、 チップガナッシュレーシングとして参戦している。2017年は日系4世であるカイルミアタラーソンがシボレー勢の中で圧倒的な速さを見せプレイオフ進出を果たしているがチーム初の栄冠には届かなかった。ライリーレクサスフォード GT グランダムのロレックススポーツカーシリーズにレクサスのセミワークスとして参戦。シャシーは ライリーのデートナプロトタイプで2006から2008年のデートナ24時間を3連覇。2008年は選手権も制覇した。2010年はレクサスの撤退により BMW エンジンにスイッチ12戦中9勝を挙げて再びチャンピオンとなった。2011年には4度目のデートナ優勝を果たしている。2014年には ロレックススポーツカーシリーズが統合されて開幕した、ユスシー、編集過去の所属ドライバー、編集現シーズン、編集過去の所属ドライバー、編集2008年のナスカーマシン。ターゲットのマークがボンネットに大きく描かれている。チームが創立されて、以来、長らく大手小売業者のターゲットとスポンサー契約を結んでいた、ターゲット社内では、 ターゲットレーシングプロジェクトと呼称され、対象のマシンやメカニックの制服は、同社のイメージカラーである赤に塗られ、白色でブルズアイが描かれるほか、同チームのイベントや優勝時には、ターゲットのマスコットである犬のブルズアイが登場するなど、非常に良好なパートナーシップとして知られていた。しかし2015年に、ユスシシー、2016年インディカ、翌2017年シーズンには、 ナスカーでのスポンサー契約も終了して、関係は途切れることとなった。キーンボールは1型糖尿病患者であり、ノボノルディスクは糖尿病の治療薬開発に力を入れていることから、彼のスポンサーについている。NTT データは2013年のインディ500において、ライアンブリスコーのノル8号車のメインスポンサーを務め、NTT データチップがナッシュレーシングとして参戦している。 http://americas.nttdata.com スラッシュニューススラッシュニューススラッシュイベントスラッシュインディー a s, s、e、p x a a b c i n d y 5 0 0のみ出場2003年10月22日インレナの代わりにダレンマニングが参戦した abc レギュラードライバーが負傷欠場のため代役として出場第16戦そのまのみ スポット参戦2001年から2006年のいずれも、第22戦、ワトキンズ・グレンのみ、スポット参戦第9戦タラデガのみ、スポット参戦、第11戦ダーリントン及び、第12戦シャーロットに、スポット参戦、ネーションワイドシリーズ参戦中に負傷したため、第9戦タラデガから第13戦ドーバーを欠場、その後第17戦、ロードンを最後にカップシリーズから撤退。 第10戦リッチモンドのみ、スポット参戦第13戦ドーバーのみ、スポット参戦ダブルポディアム4チームターゲットアットポカノー。リザルツインハンドレスウィン4ーターゲット、ハットターゲットレーシングプログラムリーチャス100ウィンズイン。ポカノースコットディクソンが、今季初、優勝ホンダは、インディカー200勝目を、表彰台独占で飾る。ただし、ルマン24時間レースに参戦する際は、フォードチップ、 ガナッシュチーム USA としてエントリーしているターゲットレーシングプログラムリーチャス100ウィンズインポカノハットターゲットマスコットブルーありがとうございます。